重森刑事は CBC テレビアナウンス部デスク。三重県三重郡駒野町出身。血液型は A 型。三重県立四日市高等学校東京都立大学経済学部経済学科を卒業。大学在学中はビートルズのファンクラブでアルバイトをしていたことがあった。大学卒業前に放送局を数社受験するも一回目はかなわず、その後オーストラリアに渡って、 レストランで働きながら英会話を学び約1年間を過ごした。帰国し再び入社主験を受け、1985年に CBC にアナウンサーとして入社した。同期アナウンサーは水分高政松山香織。以後、同局の長寿ラジオ番組 CBC 火曜ベスト10や90年代の同局の看板テレビ番組であった。 ミックスパイくださいなど多くの同局のテレビバラエティ、ラジオ番組で司会やレポーターを担当。バラエティ班の新たな逸材として早くより高い期待が寄せられていたが、1994年春に当時前世紀よりも視聴率が低迷していた CBC ニュースワイドの大幅リニューアルに伴い、同番組のキャスターに抜擢されて、以降はニュース、報道アナウンサーに転向。 その後、自身初のラジオの冠番組、シュゲモリ刑事の元気。モリモリのメインパーソナリティを経て、2002年春の移動で、アナウンス部を離れラジオ制作部に転属、同局ラジオの、ツボイノリオの聞けば聞くほど、当のプロデューサーを務めた。ラジオパーソナリティの神山さとみとユニットグループ、メロディーを結成し、CD デビューしている。2008年7月の移動で、 ラジオ制作部を離れ、約6年ぶりにアナウンス部にアナウンサーとして復帰する。2009年4月までは主にラジオのニュースを担当する。2009年4月より聞く。ラジオのメインパーソナリティとなり2021年3月まで12年に渡りパーソナリティを務めた。ありがとうございます。